黒玉ちゃんの心電図です。これ30秒撮ってます。まあ、多少あの子は動くからね、はい、でもまあ規則正しく打ってますね、はい、生命は出てません、はい、でこれをこのページ、ここのページで、はい、まあ、呼んでくれてます、はい、一瞬のうちに心拍数が181、あと異常所見があればここに出てきます、はい、ここに心室性気外収縮って書いてあるけど、これは機械がミスってます、はい、出てないから、はい、だからまあ正常範囲かな、はい、ただね、はい、正常範囲とは言うものの、はい、この山が、はい、心電図ってさ PQRST なんですよね、はい、でこの R がねちょっと高いかなと思います、はい、正常範囲とは言うものもっと普通のがもっと低いからさ、あ、そうなんですね、でこれが高い子はちょっと心臓が筋肉が肥大してる可能性がある。ただ正常範囲ですよ、はいはいはい、だけど正常範囲の高い方だと思いました。じゃあ次の次元見ていきましょうか。